はーい、こんにちは、たくまんです。ザ・スパイアのクエスト2周目ですね。こちらを完全攻略していきます。はーい、では、最初のミッション。ガーディアンの前哨基地で、ザ・スパイアのメッセージを再生する。1回ですね。はい、そしたらね、ガーディアンの前哨基地っていうのは、こういうね、マップ上に6箇所ある、このね、小さな塔のことです。はい、この塔のね、一番上に降りてください。そしたらなんか、変なマシンみたいなのがありますので、これをインタラクト。お？はい、これでこのミッションクリアです。今なんて言ったんだ？ジョーンズは知るか死ぬか死すかなんか言ったな。このね、ストーリーに関する考察動画ね、すぐね、また動画を作って出しますので、よかったらね、フォートナイトのストーリーめちゃくちゃ楽しいですので、そちらの動画も見てくださいね。はい、そしたら次のミッションに進みまーす。はーい、では次のミッション、ジョーンズたちと話す5人ですね。はい、そしたらね、このミッションはコレクションにいる、このナンバー30以降の NPC たち、30からずっといるジョーンズたちに話しかけるんですけど、なぜかね、このナンバー37番の、このプレザントパークの左上にいる、ジョンジー1世、ジョンジーザファーストと話しかけても、クエストは進まなかったので、ジョンジーザファースト以外のジョンジー5人と話さないといけないみたいですね。はい、ということでね、1人目、キャスタウェイジョンジーは、ここ、スチーミースタックスの右上の、このね、島のところにいます。オッケー、これで、ジョンジー1人目ですね。おいしょい。お前は幻じゃないよな。他のジョーンズとはどういうことだ？奴らがここに来ているのか？そいつらは食料を持っているのか？オッケー。これで1人目クリアです。はい、そしたらね、次のジョンジーに向かいまーす。はい、そしたらね、2人目のジョンジー、キャビーですね。キャビーはこのレイジーレイクの一番真ん中あたりの建物。ここですね。このね、タクシーが置いてあるところの隣、ここにね、いつもいますので、このジョンジーに話しかけてください。俺がファウンデーションと協力。無理だろう。ちょっと引かないでよ。引かないでよ。俺がファウンデーションと協力。無理だろう。あいつはただ俺を打ちのめす口実が欲しいんだ。待て、なぜお前がファウンデーションのことを知っている？そして、なぜ俺がファウンデーションのことを知っているのか。ループは記憶に奇妙な作用があるんだ。オッケー、これで2人目ですね。はい、そしたらね、次のジョンジーのところに向かいます。はい、では3人目のジョーンズはこのウィーピングッズにいます。ウィーピングッズのこの公園のところですね。はい、この大きな家がある目の前のこの公園のところに3人目のジョンジーはいます。あ、ちゃんとこの話しかけるだけじゃなくて、ここのね、ザ・スパイアのところの文章を読んでくださいね。これを読まないとクリアにならないみたいです。俺とザ・スパイアに関わりがあったって？手堅い選手の勲章は一生もらえなさそうだな。IO エージェントのフィールドガイドによると、ループに入ったことによる記憶喪失は一般的に起こることらしい。だから俺たちの誰かがお前に手を貸してやれるかはわからない。だがもし、最初のジョーンズに関する噂は真実だ。俺ができるのはここまでだ。スパイ禁止の勲章を失うわけにはいかないからな。オッケー、これで3人目ですね。めっちゃ怪しいこと言ってる。このジョンジーたちが言ってる言葉に関する考察動画っていうか解説動画はね、必ずね、1日後2日後ぐらいにはね、出しますので、よかったらそっちも見てくださいね。そして今、キャスタウェイジョンジー、キャビー、ウィーピングッズのジョンジーってね、こういう順番に今話しかけてるんですけど、ジョンジーに話しかけるんだったらね、順番はどれでもいいみたいです。自分がね、行きやすいジョンジーから話しかけてください。はい、そしたら4人目のジョンジーに向かいまーす。はーい、では4人目のジョンジーはここです。コーラルキャッスルの結構上の方ですね。はい、この辺にね、4人目のジョンジー、スキューバジョンジーがいまーす。オッケー、ここですねー。ダイブしていると記憶の断片が戻ってくることがある。俺はゼロポイントを研究する任務のためにここに来た。だが、一度ループに入ってしまうと、ただの過去の自分の残響になってしまう。まあ、俺たちのほとんどにとっては、それが事実だろう。オッケー、4人目です。はい、では、5人目のジョンジーは、ここ。スラピースワンプの真ん中のね、大きい工場の中にいます。
OK、そしたらこのスラープジョンジーに話しかけてください。ははははは、ジョーンズはもうおしまいだ。もう手を打てるのは最初のジョーンズだけだろう。さあ放っておいてくれ、スラープをぶっかけるぞ。 OK、 これで5人全部クリアですね。はい、一応ね、今伝えた5人以外にも、例えばレックス・ジョンジーはここですね、ザ・スパイアの右下にいたり、サンタンスペシャリストはスウェイティー・サンズの左上、このスケボー場のところにいます。あとはこのグリル・サージェントはプレザント・パークの上、ここですね、ストロングホールドの右のところです。そしたらね、この辺の 1,2,3,4,5,6,7,8 人のジョンジー、このね8人、バンカージョンジーとジョンジーザファーストを除く8人のね、ジョンジーの誰でもいいので5人に話しかけてみてください。はい、では次のミッション、ジョンジーザファーストを見つけるですね。はい、ジョンジーザファーストはこの家、プレザントパークのね一番左上の茶色いレンガの家にいます。はい、この家に入ってね、すぐ左側ですね、このジョンジーに話しかけてください。ちょっともう人、敵が多すぎる。 OK、 やっと片付けた。まだいんの？ちょっと俺はジョンジーと話したいだけなんだ。よし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 、 OKOK、 そしたらジョンジーと話しましょう。ジョーンズは正しい人物に助けを求めたようだな。本当にこいつに身を包まれたいのならば手を貸してやれるかもな。それともここで終わらせるべきなのかもしれない。お前次第だ。オッケー、これでクリアですね。はい、では次のミッション、ジョンジーザファーストと決闘するですね。はい、そしたらね、さっきと同じね、このジョンジーザファーストがいる家に向かってください。多分決闘するだけで勝たなくてもいいんじゃないかなとは思うんですけど、そしたらジョンジーザファーストに会って決闘、この一番右下のこのマークのとこですね、ジョンジーザファーストに挑戦するを押してください。 OK、 これでこのミッションクリアですね。別に、ね、勝たなくてもこのミッションクリアできるみたいです。はい、では次のミッション、ジョンジーザファーストの元に戻るですね。はい、3回目ですね。またプレザントパークのこのジョンジーザファーストがいる場所に行ってください。 OK、 そしたらこのジョンジーザファーストに話しかけます。ちゃんとね、このザ・スパイアのところ選択しないとね、ミッションが進まないので注意しててくださいね。悪くないな、お前のことを見くびっていたようだ。ザ・スパイアに力を与えられると信じている者もいる。だがあらゆる弱点をつくだろう。ザ・スパイアに強力な人間を乗っ取らせるな。でないとジョーンズに勝ち目はないだろう。さあ行け、ザ・スパイアが注目を引く前に。あいつの、気にするな、とにかく急げ。 OK、 はい、そしたら次のミッションに進みます。はい、次のミッションなかったですね。これで、今回のザ・スパイアのクエスト完全攻略成功です。そしたらね、今から14日後なので2週間後のね火曜日にまたアップデートが来て、新しいねザ・スパイアのクエストが始まるみたいですね。今回のクエストでもね、めちゃくちゃたくさん経験値もらいましたので、よかったらね、皆さんもクリアしてみてください。ただね、今ね、このプレザントパークのこの家、とにかく人が多いので、チームランブルでやると逆にね、人が集まりすぎてクリアしづらかったので、自分はね、スクワットの埋めないで、プレイをしました。結構ね、そこがみんな苦労すると思います。今日明日クリアする人は、ここに人がね、集まりすぎてなかなか大変だと思いますので、スクワットとかトリオのね、埋めないがね、結構穴場でね、トリオの埋めないとかは、あんまり、ミッションクリアしてる人がいないので、ジョンジーザファーストのところ、人が少ないと思います。まあ、この動画で言っちゃったんだね、トリオの埋めないで、ミッションクリアしてる人が出てくるかもしれないんですけど、今ね、チームランブルとかソロで行くと、ジョンジーザファーストのところにも人が集まりすぎて、なかなかクリアしづらいですので、ちょっとね、それだけは注意してくださいっていうか、まあ、注意してもどうしようもないんだけど、もう2、3日空けてミッションをクリアするのか、今自分が言ったようにね、トリオの埋めないとか、スクワットの埋めないでやってみてください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、ツイッターのフォローもね、よろしくお願いします。